こんにちは、 ANA 好き研磨屋アナです。今回は動バランスが取れるフィールドバランサーというものを導入したので紹介したいと思います。以前砥石のバランスの動画を紹介した時に使った砥石台の上に砥石を置いてバランスを取る正バランスではなく、砥石を検索板に取り付け回転させ、そのままバランスを取る動バランスが取れる測定機器です。僕が買ったのがこれ、シグマ電子工業さんのフィールドバランサーという測定機器です。この箱の中に測定機器が全て入っていて、すごくコンパクトです。じゃあ早速解説しながら、このフィールドバランサーを使って砥石のバランスを取ってみたいと思います。よろしくお願いします。箱を開けると、このモニターが箱と一体化になって取り外ししなくてよくて便利です。で、これが振動を測るセンサー、振動を測るセンサーの線と、これが回転数を測るセンサーですね。で、これがその反射シール、フランジの角度を測る分度器、磁石で貼るやつで、これが説明書みたいですね。まずはウェイトを外した新しい砥石をドレスします。ちょっと聞こえにくいですけども、不規則にパラパラパラーって今なってるんです。このパラパラパラーってなっているのをザーってこう一定の音になるようにまでドレスします。まずちょっと見えにくいんですけども、砥石軸のところに振動センサー、フランジが届くところらへんに速度センサーを設置します。フランジに反射シールを貼って、ちょっと見えにくいんですけども、今緑と赤のランプがついてるんですよね。これが反射シールのところについてる時だけが OK ってことですね。で、今ちょっと回してもずっとついてるって言ってるんですけども、この時はダメで、はい、でこれで今消えてるんですけども、こうやって今一瞬だけつきました。正常な位置です。モニター本体に振動、回転数を測るセンサーのケーブルをつなぎます。砥石を回すと、一番下のオレンジの枠があるところが今動いている数字が回転数ですね。で、今回転が安定したのでスタートを押してバランスを測りました。下の青い枠が今の振れ量ですね、 7.981 ミクロン。一番上に1って言って緑で枠を取ってるんですけども、それで今0度だったウエイトを10度動かして、この7.981から10度振ったらどれだけ振れるかというのを測定するみたいです。で、10度振ったらもう一度回転させ、回転数が安定したところで白のスタートボタンを押します。そうすると今の青い枠のところ 6.521 という振れ量になりました。今上の緑の枠ですね、2番が82、3番が223、
動かすってことですね。2番のウエイトを82度、はい、3番のウエイトを223度に動かします。で、動かし終わったらもう一度回します。また安定したらスタートボタン、 6. いくらから今 1.355 という振れ量まで収まりました。ここでもまた1番は1度に、3番は213度にウエイトを動かしてくださいという指示が出ました。砥石が止まってからもう一度ウエイトを動かします。本当だと2回ぐらいで、2回か3回ぐらいで終わるみたいなんですけども、ちょっと初めなので4回ぐらいしちゃってます。砥石を回転させて安定するまで待ちます。はい、安定したのでスタートボタンを押します。この下が今5回ぐらい変わっているのは5回振れの検査をしているみたいです。で、振れ量が出て 0.334 という振れ量になったので、これでバランスは完了です。砥石はほぼバランスが取れてて、あとは機械の振れが出てるみたいです。なので、砥石をほぼバランスを取ると機械の振れ量が分かるので、砥石のバランスと機械のバランスの精度が分かるので、すごくいいかなと思います。はい、今日はシグマ電子工業さんのフィールドバランサーを使って砥石のバランスを取ってみました。各メーカーさんバランサー出しているのですが、僕がいつもお願いしている研磨材屋さんがこのフィールドバランサーをデモ機で貸してくれたので、それを使ってみたらすごく使いやすかったので、このフィールドバランサーを買いました。動画の初めの方で付属の円周土器みたいな、あの円周の分度器、あれを使って砥石のフランジにこう毛がくのですが、あれがちょっと僕が苦手で、僕がいつもお願いしている研磨材屋さんがマグネット式ですね、このマグネット式の円周土器分度器みたいなやつを貸してくれたので、それをもフランジに貼り付けてバランスを取りました。まあ、動画中に僕がこうイヤホンをしてたんですけども、あれはあのシグマ電子工業の担当の方がオンラインで使用方法とかのレクチャーをしてくれたので、僕も今回初めて使ったので、そのレクチャーをこうノートパソコンを置いてイヤホンしながらしてたので、ちょっとイヤホンしたりとか、ちょっと独り言言ってたりとかしてたんですけども、導入してちょっと使い方わからないな、難しいなと思ったら、シグマ電子工業さんにこうオンラインでレクチャーを受けることもできます。あと僕が使ったのが検索版用のフィールドバランサーなんですけども、他に高速回転するマシニングセンターとかにも使える24万回転ぐらいまで対応するフィールドバランサーもあるみたいなので、詳しくはホームページ概要欄に載せておきますので、またチェックしてみてください。今回オンラインでレクチャーも受けて多分完璧やと思うので、次回は使用中の砥石のバランスが悪くなってもバランスが取れるので、ちょっと一人でこのフィールドバランサーを使って G30 の砥石のバランスを取ってみたいと思います。この動画よかったらいいねお願いします。チャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。